君の脳に直接届く妄想のプライムデッサー NG 続きやっていきましょう。前回ね、もう一通りのものが終わったんですけども、もうあの二人は出てこないんでしょうかというところで読んでいきます。徹夜明けのぼんやりした頭で翌日を迎えた。日が昇り、外が明るくなっても丸橋の最後の姿が頭から消えない。いや本当に俺絶対丸橋、てか人死なないと思ってたんだよな。犬をね、対象にしてるって話だったから。金時町へ様子を見に行こうとも考えたが、家から出る気力が湧かない。昨晩の疲労と衝撃、それに徹夜が答えている。まずいとは思いつつも、ベッドで倒れたまま夜を迎えた。ふとした拍子につい昨晩のことを考えてしまう。これで何度目だろうか。会議を追った結果、初めて顔見知りが犠牲になった。クソ。もちろん悪いのは格也に違いない。だが事件に巻き込んだのは俺だ。どうすりゃよかったんだ。天の目や葉月に話した結果がこれだ。だが誰にも話さなかったら、亜美を追う手段を失ってしまう。どちらを恨んでも誰かが死ぬ。漫画のようにみんなが救われるハッピーエンドは存在しない。亜美が消えた時、手段を選ばず格也を追うことを決意したとはいえ、こうやって実際に人の死に触れると心が揺らいでしまう。バーナーの火でじりじりと心臓を焼かれるようなジレンマだ。葉月からだ。あ、モーソルくん。昨日迷惑かけちゃってごめん。別にお前声に元気がないな。マルちゃんのこと考えてたら寝られなかったんだ。まあそうよね。あんな目の前で人があんな無残な死に方することないもんね。全部夢だったらいいなと思ってたんだけど、朝のニュースで金時島で死体が見つかったって。そういや足の怪我の調子はどうだ。うん、怪我は大したことなかった。全治1週間くらいかな。けど他に問題がね、まあ、全治1週間もまあまあだと思うけどね。なんかあったのか。不法侵入してたのがね、事務所の偉い人にバレちゃったんだ。おかげで厳しい監視がついて身動きが取れない状態だよ。じゃあやっぱあの二人はもう天の目&葉月はもうやっぱ前回ねカンってなってたけども、今後同行しないのかな。なんかそんな感じですよね。寂しい。それは災難だな。まあ、まだわかんないですけどね。3回ほど脱走してみたけど、すぐに捕まって連れ戻されちゃったこの短い期間でだいぶやったな。アミちゃんとマルちゃんのためにも格也を追っかけたいけど、しばらく動けそうにないみたい。ごめんね、モンソルくん。気にすんな、せいせいする。今まで助かって、いや、ほんと今までありがとう。だってアイドルがそんなね、身を挺してなんてね、そんなしないです。しない、まあもう誰もしない方がいいんですけど。はい。今まで助かった。礼は言っとく。ふふ、クルセモモの偉大さがようやく分かってきたみたいだね。そうだ、天野目くんはちゃんと病院に送り届けといたよ。ヤクザのお坊ちゃんだし、関係を説明するのに苦労したけど、でも前回葉月を助けたことに対してすごい、なんだろうね、恨みを買われちゃったら嫌だな。天の目の容態は。怪我してたみたいだけど、そっちの方は私より軽いみたい。あ、そうなんだ。そっちの方は、だけど。え？おい、どういう意味だ？天の目くん、目覚めないの。ずっと眠ったまま、昏睡状態だって。お医者さんに強引に聞いたらね。とっくに目覚めてるはずなんだけど、原因はわからないって。なんだよそれ。なんかそれすらも怪異の仕業な気がしてしまいますよね。落雷の前に聞いた格也の声を思い出す。あー、どっちかみたいな言ってたよね。楽しい遊び思いついちゃった。聖司君とカオルちゃんどっちが大事、知りたいな。いや、そういうことよね。格也のせいの可能性高いよな。これも奴の仕業なのか。きっと良くなるよね。そうだな。あ、まずい、人が来た。それじゃあそろそろ切るね。あ、しばらく無茶せず休んでろ。ねえモンソロくん、あなたマルちゃんと天野目くんの件で責任感じてるでしょ。だから周りの人間をこれ以上巻き込むことが嫌なんだよね。そんな気がしたんだ。でもそれ私の場合は勘違いだから。私は私の目的のためにモーソル君を利用してるだけ。だからあなたも私を利用していいよ。ギブアンドテイクってやつ。葉月お前、いいやつ。
人で背負い込みすぎないでね。じゃあまた。行こ。せわしなく電話切れてしまった。はずき。ぼそりとあいつの名前を口にする。出会ったのはつい最近で、まだ知らないことも多い女だが、信頼できて頼りになる奴なのは間違いない。無様なとこは見せられないな。胸の中で何かが吹っ切れたような気がした。電話が終わったと思ったら次は訪問者だ。急に忙しくなってきた。ドアスコープを覗き込むと。あの、女性警察官だ。あいつ確か、大江とかいう刑事だよな。知り合いにいるからすごい不思議な気持ちになるな。おったおった。夜分に押しかけてすまへんな、もうそれ。また網のことか。もう話せることは全部話したぞ。今日はそっちやあらへん。別件で聞きたいことがあってな。昨晩、金時町で殺人事件が起きた。被害者は丸橋満、天野恵の構成員や。あんたはそれについて何か知らへんか。関西弁、イントネーション、おかしいですけど気にしないでください。すいません。さあな。俺の家にはテレビも新聞もない。初めて知ったよ。けどなんで俺に聞く？あんたが天野目を通じて丸橋と面識があるのは確認してる。それにあんたは最近夜に金時町をうろうろしとるよな。おっと、すっとぼけても無駄やで。事件の前々日、金時町で職質をごまかしたのはあんたやろ。その顔、やっぱそうか。よくそんな、ね、当てがついたな。外見の特徴からあんたやと思ったけど、図星やったな。なんで夜に金時町をうろうろしとった？単なる散歩。犬殺しの犯人を探してた。言いたくない。まあ、単なる散歩って言っとこ。なんやそれ。後ろめたいことあらへんなら、職質も堂々としとったらええやろ。警察は嫌いなんでな。からかいたくなった。あんたほんま非協力的な子やな。ドアを開けてやっただけでも協力的だ。気が済んだらさっさと帰ってくれ。俺は眠い。しゃあない。今日は退散するか。そうそう、職質の件があんたと気づいたのはうちだけやで。上の人間にはまだ報告してない。他の警察が、警官が来ることないから安心し。つまり、俺に目をつけてるのはあんたの独断ってわけか。勘違いすな、あんたに興味はあらへん。アミちゃんの神隠しに、金時町の犬殺し。うちが興味を持った事件にあんたが偶然絡んでるだけや。ほな失礼、またな。大江の足音が遠ざかって消えた。あの刑事はなぜか心霊絡みの事件に興味を持ってるらしい。変わった刑事もいるもんだ。一難去って安心したせいか、急に眠気が襲ってきた。今なら寝られそうだ。お、早いね、寝るパート早いね、今回。まあ、普通に寝ますかね。休もう。まあ、となると新しい人たちが来るのか、まあわかんない。あの感じと、はずきやなんかは普通に出そうな感じあるけどね。でも、カンって前回出たってことはとか、いろいろ考えちゃうな。ベッドに倒れ込むと、すぐに目を閉じた。いつまでも立ち止まってるわけにはいかない。そろそろ気持ちを切り替えなくては、本当ですよ。こうなってる間もアミちゃんはね、本当にご飯どうしてんのかだけ僕は気になってるんですけど、ご飯とかね、それトイレとかさ、大丈夫なのかな？こんな何日も何日も。幽霊が餌をあげてると普通に考えたら思えないもんね。はい。8月10日ハットの日。昼過ぎまでぐっすりと眠ったおかげで気持ちが楽になった。時間さえ経てば怒りも悲しみも薄れていくものらしい。だがあの時のショックが消えてしまったわけではない。ふとした拍子に死の光景を思い出し、目の前が暗くなることもある。この日は何事もなく過ぎ、やがて夜になった。かけやの笛の音はまだ聞こえてこない。これでよしと。天の目の改造銃を押し入れの奥に隠し終えると一息ついた。どうせ天の目しか使えない代物だ。持ち歩いてもリスキーなだけだ。それに、獲物は趣味じゃない。知らない番号だ。もしもし。俺だ、バン直政だよ。天の目の坊主と連絡が取れないんで貴様にかけた。
天の目から電話番号は聞いてたからな。今すぐ上座駅に来い。この間と同じ場所でいい。いいな。忙しい、行きたくない、何の用だも何の用だですよね。返答はなく一方的に切られた。ぐぬぬ。天の目といい、俺の周りの男は自分勝手な連中ばかりらしい。夜の風切って行かないと。上座駅なら前と同様バイクの方が早い。それに気分転換にもなる。さあ今回は出るのか。詩的な表現。バイクにまたがると上座駅に向かって出発した。あ、死の遊び。え、バンロゼ編。ほう、ロゼ。バンが今度同行者になるってことだね。じゃあね。マジか。すでに夜も遅いせいか、待ち合わせの効果に人影はなかった。詩的な表現なかった。周りを見回すと、タバコを吹かしたバンが手すりの向こうに広がる夜空を眺めていた。視線の先にあるのは高層ビル、ムーンタワーだ。めっちゃムーンって書いてあるね。やっと来たな。待ちくたびれたぜ。金時の首太郎の件はどうなった？貴様の呪いは解けたのか？ああ、首太郎の奴はぶっ倒した。俺はなんとか助かったよ。俺はな。いろいろとあったようだな。貴様の知ってることは話す約束だろ。聞いてやるから言ってみな。カクカクシカシカ。一昨日に起きた出来事をバンに伝えた。ただし、丸橋のことを除いてだ。まあ、確かにね、殺人事件だからね。バンは黙ってそれを聞いている。時々、手を動かしてメモを取っていた。なるほど。正直言って恐れ入ったよ。浦島女に首太郎、二体の怪異を素人のガキが片付けちまうとはな。貴様は俺が考えていたよりずっと、とんでもない奴らしい。バンはデブ見するかのように、こちらをじろじろと見つめている。いい気分はしない。おっさん、次はあんたの番だ。格屋のことを調べるって言ってたよな。なんかわかったのか？ああ、そうだったな。心霊に詳しい知り合いに聞いておいてやったよ。格屋遊びのことをな。格屋遊び？格屋と名乗る人形の少女が現れ、奇妙な遊びに巻き込まれる。少女の名にちなんで、それを格屋遊びと呼んでる。貴様が今巻き込まれてる遊びのことだ。それってつまり、俺の周りの連中以外にも遊びに巻き込まれた奴がいるってことだな。ああ。どういう理由かは知らんが、格屋は10年周期で出現している。その度に判明しているだけでも、数人が消えたり死んだりしている。被害者に共通点とかあるのか？年齢や性別は点でバラバラだな。ただ、全員巻き込まれる前に、妙な黒いハガキを拾ってるようだ。あれだね。自宅の前に落ちていたあのハガキ。遊ぼうよ。あれは俺とアミへの遊びの誘いだったのか。だから、あれを拾わなければもう平和な毎日が来てたってはずですかね。それを、もしかしたらそれを蹴って、隣の部屋の前とかに置いて。そしたらその隣の部屋の人が格屋遊びに入ってたかもしれないですね。怖い。その面、心当たりがあるようだな。まあな。格屋遊びに巻き込まれて助かった奴はいるのか？いねえよ、ゼロだ。格屋は相手が負けるまで遊びを続ける。だから助かりようがない。負けた者の末路は悲惨だな。消息不明、植物状態、発狂、死。五体満足で日常に戻れた例は皆無だ。植物状態ってなんか、ちょっと死因をね、連想させますね。ち、はっきり嫌がる。男相手に気を使っても仕方ねえだろ。なんで、優しくされたいのか？にんまり。馬鹿にされてる気がするんだが、俺の気のせいだよな。おっと、そうだった。もうそれ、明後日の夜は暇だよな。その日、貴様のお袋さんのバーに俺の知人が訪ねることになってる。よろしく頼んだぜ。おい、ちょっと待て。なんで俺がおっさんの知り合いの相手をしなきゃいけない？そんな嫌な顔すんなよ。相手は若い女だし、顔も悪くないぞ。性格はあれだがな。それがロゼかな、きっと。そいつは心霊絡みに詳しくってな。俺に格屋遊びを教えたのもそいつだ。きっと面白い話が聞けるはずだ。おっさんよりも情報源として期待できそうだな。わかったよ。予定は開けておく。口の減らないガキだぜ。そういや、もうする。今金は持ってるか？
そりゃまあ多少は。悪いがちょっと貸してくれ。貴様が例のアングラマッチのおかげで金を持ってるのは知ってんだ。そうだな、諭吉一枚でいい。今度返してやる。いいだろ。金までせびるとは。1万円せびるの？はあ？いい歳して高校生に金をたかんのか。ざけんなよ、おっさん。筋の通らない金を出す気は一切ないもん。それが正解ですよね。何急にこのなんか、今後ちょっと手組んでやろうぜ。それはそうと1万円ってなるかね。そうかい。じゃあお望み通りに筋を通してやろう。情報量と紹介料、合わせて1万円。と言いたいところだが、5000円に負けてやる。破格の値段だと思うぜ。こいつどんだけ金ないんだよ。なかなか厳しいのか、やっぱこういうね、こういう類の雑誌系記者っていうのは。リアルが出ちゃったね。やれやれ。これ以上相手にするのも面倒なので、5000円札を渡してやった。これから世話になることも考えれば、それほど高い出費ではない。へへ、あんがとよ。あさってはよろしく頼んだぜ。バンは手を振りながら、高架下に続く階段を降りていき、深夜営業のパチンコ屋消えていったらもう最悪だよ。てか深夜営業しちゃダメじゃない？パチンコ屋。ダメ親父。ここだな。俺はバイクにまたがると、深夜の環状線を飛ばして自宅へ向かった。家に戻ると、帰宅途中に買ったハンバーガーのセットを一気に平らげた。最近はそんな食事ばっかりだ。さすがにこの状況で、のんびりと自炊する気にはなれない。腹が膨れると、もう寝ることにした。お、早いね。一日の、やっぱ最初だからか。そんな動きないもんね。じゃあ次の日行こう。いや、いいね。毎日が、あ、いいねって言っちゃった。アミちゃんがいないんだった。なんか普通に。毎日が過ぎることになんか安心しきってたけど。で、おかしいんだよね。多分実際にやっぱさ、起きたらさ、こんなさ、じゃあ明日なって、じゃあ明日まで早めに寝るかとかじゃなくて、そのちょっとの時間でもアミを探しに行きそうなもんですけどね。まあ探してもね、各夜だから無駄なんでしょうけど、きっと。はい。目を閉じます。おやすみ。ジャーナリストのバンのことを思い出す。会についての情報収集の面では、頼りにして良さそうだ。ただ少々うさんくさいのは気になるが、てんてんてんて。翌日。あ、セーブか。あれ、ハットの日から12日でいいのか？あ、そうだよね。2日だったよね。そんなあっさりと。はい。ハイジの日ですね。バンと会った夜から2日が経った。今夜は心霊に詳しい女と会う日だ。約束の時間より早めに、黒崎へ向かうことにした。まあ、さすがにこの空いてる日に、アミ探そうとしてるか。そりゃそうだよね。俺は高架下の途中で足を止めた。え、出る？ひやりとした風が吹き抜ける。いつもの、あの緊張感だ。うわぁ、来た。聞き慣れたメロディーが。暗い高架下に響く。お兄ちゃんこんばんは。いつの間にか各屋が前に立っていた。同時に空気が張り詰め、息が詰まるような感覚を覚える。すごいね、お兄ちゃん。金時の首太郎に勝っちゃった。何が勝っちゃっただ。てめえのせいで丸橋が。それにあの時の落雷、あれもてめえの仕業なのか。うふふ、面白かったよね。ドキドキしたよね。天の目が目を覚まさないのも、まさかてめえの。そうだよ。あ、誰も消えないのつまんないもん。このくらい、いいよね。クソが。悔しい？嫌になった？でもお兄ちゃんはね、かくやと遊ばないと、ダメなの。ずっとずっと、遊ぶの。身動きが取れないまま、気がつくと唇を強く噛みしめていた。口の中に鉄臭い匂いが広がる。次の遊び、もう考えてるよ。おたけびサッカー遊び、するの何それ。おたけびサッカー。
おたけびをあげる作家って考えたらすごいシュールな絵が思い浮かぶんですけど、もし遊んでくれなきゃ、お兄ちゃんも消えちゃうよ。アミちゃんも帰ってこないよ。ちょ、いや、とにかくおしだし、アミちゃんはちゃんとご飯を食べれてるのかっていうね。アミ。ご飯出そう、なんかシャワーっぽいよね、場所ね。かくやちゃん教えて。NG って何？おい、かくや。ビジョンの中のアミが言ってた。NG ってなんだ？そのことを知ってんのかな？ビジョンが見えてることをね、かくやは。あ、消えた。風が吹き抜けると、かくやの姿が消えていた。どこへ行きやがった？慎重に周囲を見回した後、柱やシャッターの影にも注意を払う。だが、かくやはどこにもいない。ん？よう、来た。